皆さんお久しぶりです。チョモです。今日は、えっ、ー、と、ちょっと時間があるので、せっかく、あのですね、レイクヘイズというところから、えっ、ー、と、ショットオーバーカントリーというところに引っ越してきました。えっ、ー、と、一軒家を借ります。3ベッドルーム、2バスルームで、えっ、ー、と、まあちょっと今の時期ね、かなりクイーンズタウンの価格が、まあ、ドロップダウンというか、下がっているので、まあ、いい物件借りたのかなと思っています。1個ね、アプライしたところ、 はちょっとディクライアンしてしまって本当はそこが良かったんですけどでも今のところもすごく素敵なところなので今からシェアしていきたいと思いますちょっと画面を変えます全体図はこんな感じですねポストがあってでこれガレージはダブルになってますで今から入りますおハローハローじゃあこの目の前の キッチン、ダイニングの方からね、行きたいと思います。まあ、ここキッチンで、あの、ちなみにこの家は、もう本当に家具なしで借りたんですよ。なのでこういうあの、まあ、冷蔵庫からミニオーブンから、もう全部ですね、あのー、コーヒーマシーン。 ま、これはレイクヘイズか引き続き。まあ、電子レンジ買いましたし、まあ、ディッシュウォッシャーね、ついてたんでよかったなと思います。え、なんせね、こう、見ていただいてもわかる通り、ちょっとね、窓汚いですけど、見ていただいてわかる通り、あの、日がすごい入るんですよ。すっごい日が入ります。で、これテーブルも買って、椅子、ちょっと、ね、椅子ミスっちゃったんですよね。椅子は、あの、まあ、配置や買ったんですけど、ちょっと、 あの、こうやって見ていただくとわかるんですけど、ちょっと高すぎるっていうね。私買わないといけない。で、このソファーとかも全部買いました。テレビ引き継ぎ。まあ、この台とかね、もう本当に全部買ってます。で、ちょっと、こっちですね。まあ、かなり広い、あのー、庭がついてるんですけど、ちなみにこの黒いフェンスはね、ついてなくて、あのー、なんか細い、 ワイヤーで区切られただけだったのであのね、デイジーとマイロがどうしてもなんか見つけちゃうと例えば猫とかウサギとかするっと通り過ぎちゃうのであの昨日一昨日でジェイクとつけましたこうい,う、ね、いい窓がついてるはいこっちだよはいこっちでおいでおいでカメンカメンゲリンハウスゲリンハウスカモンえいカモンゲリンハウスプリーズグ o グ g i r ーズ で、まあ、これ昨日選択したのでまだね <laughs> で。で本当にまだ全然物が、まあ、これでも揃った方なんですけど、あんまりないので。で、こっちがね、マスターベッドルームで、もうこんなあの、ベッドもないし、で、こういうあの、なに、サイトテーブルとかもないですし、全部買いました。私気に入ってんのがここ。ウォークインクローゼット。これね、ジェイクのもの。ジェイクは T シャツ全部かけるんですよね。すげえなって感じ。そう。 で、こっち側は、まあ私のものとかが置いてて、まあ、写真ね、写真。で、まあ、マスターベッドルームについてる、まあ、バスルームですね。そう、そして、よー。<laughs> おいで。で、その玄関の方に戻って、で、ガレージですね。ちょっとまだこの段ボールとかも引っ越しでね、使ってて。これ私の車、えっ、ー、と、 車も買ったんですよ。これ、フォルクスワーゲンの、まあ、2002年のやつ買ったんですけど、ちょっとね、安かったんですよ。1500ドルで買って、まあ、2002年製だったので、まあ、いっかと思って買ったんですけど、ちょっとね、バッテリーが死んでしまいまして、ま <laughs>、バッテリーを交換します、これから。今日、明日で、ね。で、これ、あのね、ストレージがいっぱいあるんですよ。私たちはここを、まあ、下駄箱というかね、 シューズボックスと使、して使っていて、匂いとかもこうね、オープンしないから出ないし、で、ここがすごい広い。ここが、マナに、何でもいいよね、こう、まあ、私たちトイレットペーパーだったりとか、まあ、なんかこういうね、バッグとか、ねこう、いろいろタオルとか、リネン、リネンコみたいな感じで使ってるんですけど、こっちに行くと、もう一個、バスルームがあります。で、ここは、まあ、私たちフラッティングをしないので、まあ、あ んですか私のサロンのお客様用の手洗い場みたいな、うん、感じになってます。で、もう一個トイレですね。トイレ開けとくのよくないですね。休みましょうね。で、ここが2番目の部屋なんですけど、今はまあ空っぽで、あのー、まあ、ジェイクが多分後々ね <laughs>、なだホビー部屋みたいな。で、この部屋にもう一個一個こういうストレージがついていて、あ、もう入ってる。知らなかった。 <laughs> ね、おっきい。結構割と深い。こんな感じのストレージがついていて。で、隣とはフェンスでね、こうやって区切られてるので、全然見え,見えることはないです。で、多分こっち側、比較的日が入ら、入りにくい。キッチンとかに比べて。なので、多分寒いだろうから、多分これがついてる。で、玄関というか、なんだ、ホールウェイか。ホールウェイにもこれがついてる。で、ここが今から私のサロン。 として作ったんですけど、お部屋があって、こんな感じでやってます。まあ、前回のね、あのー、借りてた、まあ、使わせていただいた部屋に比べたら、すっごくまあ、広いですよね。まあ、普通のあの、シングルルームなので、うん。で、私のところにもこのストレージが付いてて、中は同じの、の大きさ、隣の部屋と同じ大きさになってます。 まあざっとこんな感じでね、あのー、部屋を借りましたよっていうとこですね。まあ、今私が住んでるところは、ローアショットオーバーってところの、ショットオーバーカントリーの中の、まあ、ちょっと下のエリアがね、あのー、なんだろう、こう、坂で繋がってて、そのエリアが。で、ちょっと下の方になって川が近くにあるんですけど、まあ、 結構ね、週末とか、まあ、私がその朝お客さんがいない時とかは、あのー、連れてワンちゃんと遊んだりとかしてるんですけど、で、ここ、スリーベッドルームなんですけど、通常は、週750ぐらい、700から750ぐらいかかるんですが、今は、まあ、すごく <laughs> 安い。全然、あのー、100ドル以上安くここ借りています。うん。 ただ、まああのー、なんでしょうね私たち犬を飼ってるじゃないですか、で犬フレンドリーなところをあの探すのがめちゃくちゃ大変で,、うん、でここはすごいオーナーさんがすごいいいということでエージェントをね。あのー 仲介して、ここを借りてるんですけども、そのエージェントの方からも、あの、ここのオーナーさんすごくいい人なので、あの、よかったねっていう形で言っていただいて、<laughs> うん。まあまあでもね、なんとか、なんとか引っ越してスタートができたかなっていう形になってます。うん。よかったよかった。まあちょっとね、その、庭が、この後ろにある庭が、道路沿いになっているので、マイロとジェイクが、マイロとジェイクじゃないマジェル。<laughs> デイジーと、 マイロが人とかがね通るたびにちょっと吠えちゃうので、まあ、その辺の特訓とかしないといけないかなと思ってます。まあ、ただこんな感じで、あの、一軒家を借りるクイーンズタウンで一軒家を借りるには、今結構、まあ、お買い得お買い得というか、まあ、なんだろう、リーズナブルに借りれるのかなって感じがします。で、まあ、私たち多分タイミングが良くて、でさらに今、えー、っと、クイーンズタウンのタウン、タウン、 タウンセンターの奥の方にサンシャインベイとかファーンヒルっていうあの地区があるんですけどそこの人たちが結構あの家をこう、まあ、出てこっちが移動しているのかもしくはクイーンズタン自体を離れるからといってあのまあガレージセールとかしてるのかなって感じなんですけどこれからそのあたりの地区、まあ、シティタウンも含めてタウンも含めてなんですけど寒くなるんですよ で、あの、今ここ私の部屋すっごい日が入ってるんですけど、このショットオーバーカントリーっていうエリアと、隣の私がもともと住んでいたレイクヘイズエステートはすっごい日が入ります。で、こっちの天気のテンションで、例えばなんか暖かいからって言って、ジャケットとかなくシティとかに行くとめちゃくちゃ寒いことが本当によくあるんですよ。まあ、もちろん夏はね、そんなことはないんですけど、結構冬は、 天気が全く違います。うん、すっごい寒い。で、もちろんシティは、あのね、いろいろ遊べたりとか、観光ね、あの、名所があってとか、あの、アトラクションとかいろいろあるんですけど、今、多分、フランクトンって言って、えっ、ー、と、空港からこっち、その私たちのエリア側で、空港から私たちとは反対側のエリアが、まあ、あの、クイーンスタウンのシティの方になるんですけど、そのこっち側のエリアをフランクトンって呼んでるんですよね。フランクトン、えっ、ー、と、まあ、私たちのエリア、 ショットオーバー、そして、ローアショットオーバー、そして、まあレ、レイクヘイズで、まあ、アロータウンだったり、クロムエルだったりあるんですけど、まあ、多分結構、あのー、フランクトンの場所多分結構今はね、まあ、いろんなあの、建設工事が進んでいて、なんだ、新しいビルが建ったりとか、新しいバーとかが建ったりとか、で、結構、割と中心的に、な、地区になってるのかな、みたいな感じもします。車でうちからも大体、まあ、 5分、10分しないぐらいかな。うん、空港までも10分しないぐらいで行けるので、うん。まあ、今、もしね、クイーンズタウンに移住とか考えてる人いたら、すっごいおすすめです。もちろん、あの、綺麗な景色が見たい、見たいとか、なんか池のね、レイクビューが見たいとか、あとはなんかその、ちょっとクイーンズタウンのその、 なんだろう、池の周り、若手プ、レイク若手プの周りに住みたいっていう方は、もちろんサンシャインベインとかファンヒルとかすっごいおすすめですけど、ちょっとまあ寒いのでね、うん。まあその辺、あの、家賃と相場と、まあ見ながら、あの、決めていくのがいいんじゃないかなと思うんですけど、まあファンヒル、サンシャインベインは今めちゃくちゃ安いと思います。うんうん。やっぱりこれがちょっとね、まあ、寒くなるからかなとか思いますけど、うん。 まあでもこのエリアめっちゃいいです。まあ繰り返し言いますけど何回も言いますけど、このエリアめっちゃいいです。うん。アロータウンも10分とかで行けるし、うん。シティは、まあ、正直20分くらいかかるんですけど、私たち全然シティ行かないんですよ。むしろその途中のフランクトンとかにばっかり寄ってて、というのも、あの、まあ週末シティに行くの楽しいんですけど、駐車場探すの大変なんですよ。本当に駐車場がなくて、あっても、まあ、あの、 すぐに埋まっちゃったりとか、あとはその中心地から離れてたりとか、で、中心地にある場合は2時間マックスとか、うん。まあでもやっぱり綺麗な街ですね。うん、こっちに住んですごい思うのが綺麗な街だなと思います。うん。まあちょっと、ね、久々の YouTube 動画になったんですけど、まあ引っ越しましたよ。まあ一軒家に住み移りましたよってところでね、私たちのまた新しい生活が始まりました。まあ、私のその家でのサロンのね、 営業もこれからちょっとまあどうなるかなと思ってるんですけど、まあわ、私がやってることはサロン以外にも、まあその氷をやってたりとか。えぇ、ー、<laughs> さて早速、デイジーとマイロが、あの、 <laughs> お隣さんが出てきたことによってね、吠えちゃったので、今ちょっとあの、お叱りをね、ピピッと <laughs>、したんですけど、まあ私がその、やってるのはサロンだけでなくって、まあその小売りと、あとはもハンドクラフトのこととかも進めているので、まあ今で、ね、毎週その、例えば定期的にお金がその、 確実に入ってくるわけではない代わりに、例えばまあ、その、氷の準備をしていて、これからどんどん、その、収入として入ってくればいいなって、まあ、思っていてですね。まあ、焦ったりもするんですけど、やっぱりね、あの、家賃がかなり、その、レイクヘイズでフラッティングをしてた時に比べたら、まあ、ダブルとかになってるので <laughs>、まあ、その辺はね、あの、焦るという余暇は、まあ、自分をこう、プッシュアップするというか、自分をこう、まあ、 あの、追い込むにいい値段なのかなと思います。やっぱりレイクヘイズにいた時は、まあ、正直、まあ、まだね、あの、ビジネスを始めて、間もないってこともあって、お客様がね、入らない時は、まあ、なんか普通にこう、長いランチ取ったりとか、まあ、ちょっとぐうたらしてたりとかね、まあ、してたんですけども、やっぱりこう、自分の家、自分が稼がないと生活で、もっとね、より稼がないと生活ができないってことで、やっぱり、気合が入るし、こういうね、ワンちゃんとか、 もう、やっぱり餌とかね、大きくなってくればもっと食べるし、で、もっとこう、遊ぶ時間も必要だったりとか、すごい責任感もね、もより、うん、つくしねで。で、ジェイクだけに、まあ、もちろんなんですけど、負担はかけれないので、うん。まあ、その辺はね、まあ、いろいろ考えて、まあ、広告打ったりとか、ビラ作って、まあ、配り歩いたりとかも、あの、しようかなって思ってますし、うん。まあ、始まりましたよ。で、最近私の友達がね、 えとロトルアの方からクイーンスタンに移住してきましたうんですごい、まあ、今仕事を探しで CV とか作ってるんですけども、まあ、これからスキーシーズンになるのであの自由なビザ自由なビザって言い方おかしいな何かそのロケーション変えても大丈夫なビザもしくは、えー、と例えば系列店で働いていて えっと、クイーンズタウンの支店の方に移ってこれる方とか、めちゃくちゃ今チャンスだと思います。うん。あの、部屋、部屋っていうか、そう、お家も安いですし、フラッティングも彼女を、えっ、ー、と、私のその友達は、えっ、ー、と、オウンルームで、まあ、ビルは別って言ってましたけど、えっ、ー、と、週170ドル、うん。で、オウンルームでかなりいい広い部屋で、サニールームでって言って、私がク、えー、クイーンズタウンじゃないよ。 マウント・イーデンで住んでた時は155ドル、150ドルか155ドルとか払ってたんですけど、まあオンルームだったんですけど、やっぱすごいちっちゃかったし、まあ、アクセスはね、良かったですけど、うんうん。だこっちだともっとその、得られるものがあるっていうかね、まああの、 オークランドほど店とか全然ないんですけどそれでも自然が好きだったりとかスキースノボが好きな人は今かんなりチャンスかなと思いますうんなんか行こうかなどうしようかなと思ってたら是非来てみてくださいすっごい綺麗だしうん自然のトラッキングとかうんまだまだ全然お出かけできますしねうん雪のシーズンはまだ全然6月いやもっとだな 7月ぐらいかなうん、7月ぐらいになってようやく、うん、雪のシーズンなのでね、うん、今ちょうど思い出して、オークランドにいた時、冬何にもすることなかったのと思って。<laughs> うん、3年ね、過ごしましたけど、これからまあ、クイーンスタウンの生活がね、まあ、本格的に始まりますので、また、えっ、ー、と、何かのタイミングで YouTube 発信していきたいと思います。今日はお家の、うんー、何、ルーム、 ツアー <laughs> みたいな感じでやらせていただきました。どうもご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ちょもでしたバイバーイ